ジョエル・ペーラル・タグ・ティエレスは、ドミニカ共和国、モンセニオールのオエル州、ボナオ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1996年7月4日に、オークランドアスレチックスと契約。契約後はドミニカでプレーしていたが、1998年6月4日に、自由契約となった。1999年2月25日に、 アナハイム・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。2000年に渡米し、この年は、パイオニアリーグのルーキー級ビュートカッパーキングスと、A、A-9 ボイシホークスでプレイ。A-9 ボイシでは4試合に登板し、防御率6.48だった。2001年は、A 級シーガーラピッツ・カーネルズと AA 級アーカンソートラベラーズでプレー a q シーダーラピッツでは41試合に登板し、0勝0敗23セーブ、防御率2.13だった。2002年も a q シーダーラピッツと a a 級、アーカンソーでプレー。a q シーダーラピッツでは41試合に登板し、5勝0敗21セーブ、防御率0.95だった。2003年は a a 級アーカンソーとトリプル a 級ソルトレーク、スティンガーズでプレー。 AAQ アーカンソーでは47試合に登板し、5勝4敗、20セーブ、防御率2.24だった。2004年は、トリプル AQ ソルトレークで39試合に登板し、4勝2敗、1セーブ、防御率4.98だった。2005年は、トリプル AQ ソルトレークで開幕を迎えたが、5月23日に、 フランシス・コロドリゲスが故障者リスト入りしたため、エンゼルスとメジャー契約を結び、25日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。3点ビハインドの7回表2種から登板し、2.1回を無安打無失点4夏三振に抑えた。その後はリリーフとして定着していたが、8月31日にトリプル A 級ソルトレークへ降格した。この年は28試合に登板し、 一生礼敗、防御率3.89だった。2005年10月7日に、ウェーバーで、カンザスしてロイヤルズへ移籍した。2006年2月26日に、ロイヤルズと1年契約に合意。4月1日に、トリプル A 級オマハロイヤルズへ配属され、そのまま開幕を迎えたが、4月17日にメジャーへ、昇格。昇格後はリリーフとして奮闘していたが、7月に、 入ると救援失敗が目立つようになった。7月22日にトリプル A 級オマハイ降格したが31日に最昇格。この年は64試合に登板し1勝3敗1、セーブ、防御率4.40だった。2007年2月21日にロイヤルズと1年契約に合意。この年は62試合に登板し1勝3敗1、セーブ、 防御率3.80だった。2008年2月20日に、ロイヤルズと1年契約に合意。3月29日に、トリプル A 級オマハへ配属され、そのまま開幕を迎えた。4月17日にメジャーへ昇格。昇格後は18試合に登板したが、防御率5.64と不調が続き、6月8日に、トリプル A 級オマハへ降格。 6月23日に再昇格したが、6試合中5試合で失点するなど、結果を残せないまま、7月21日にトリプル A 級へ降格した。翌日の7月21日に、ジミー・ゴップールが故障者リスト入りしたため、再昇格した。この年は40試合に登板し、1勝2敗、防御率5.98だった。2009年1月20日に、 ロイヤルズと1年契約に合意したが、4月1日に自由契約になった。2009年4月8日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。5月18日にロッキーズとメジャー契約を結び、昇格後は22試合に登板したが、防御率5.85と落ち込み、7月21日にトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスへ降格した。 登録枠が拡大された9月1日に最小格。この年は27試合に登板し、0勝3敗、防御率6.20だった。オフの10月28日に FA となった。ワシントンナショナルズ時代2009年12月15日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。2010年は、トリプル A 級シラキュースチーフスで開幕を迎え、28試合に登板。 二勝零敗二十セーブ、防御率1.08の好成績を残し、6月21日にナショナルズとメジャー契約を結んだ。昇格後は39試合に登板し、一勝零敗、防御率2.02だった。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。タンパベイレーズ時代2010年12月17日に、タンパベイレーズと90万ドルの一年契約を結んだ。 2011年は71試合に登板し、3勝4敗、6セーブ、防御率2.93だった。オフの12月20日に、レーズと217万5千ドルの1年契約に合意した。2012年もセットアッパーとして活躍していたが、6月9日のナショナルズ戦で、グラブに松ヤギが付着しているとの指摘を受け、1球も投げないまま退場を宣告された。 その後、MLB 機構から8試合出場停止の処分を受けた。この年は76試合に登板し、2勝6敗に、セーブ、防御率3.63だった。オフの10月29日に、FA となったが、11月20日に、レイズと総額600万ドルの2年契約を結んだ。2013年は、リーグトップで、自己最多の80試合に登板し、 3勝8敗1、セーブ、防御率3.41だった。2014年は69試合に登板し、3勝4敗1、セーブ、防御率4.41だった。オフの11月3日に、レイズが250万ドルの球団オプションを行使した。2014年11月20日に、ホセ・ドミンゲス、クレック・ハリスとのトレードで、 アダム・リベラ・トーレと共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。2015年11月7日に球団が契約オプションを破棄し自由契約となった。オフはドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー。2016年2月9日にシアトル・マリナーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加した。4月3日にメジャー契約を結び、開幕ロースター入りした。 6月2日に DF となり、4日に自由契約となった。2016年6月10日にシカゴカブスとマイナー契約を結び、27日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。7月6日に DF となり、8日に40人枠を外れる形で、参家の AA、A、級アイオワカブスへ配属された。9月16日に現役引退が発表された。九州は、 平均球速89.5マイルパーアワーのフォーシームとカーブ、スプリッター。以前はチェンジアップやスライバーをメインの変化球として投げていたが2009年からはほぼ前日の3球種しか投げていない。また非常に稀だがツーシームやカットボールも投げることがある。ゴロアウトよりもフライアウトの方が多い典型的なフライボールピッチャーであり、被弾が多いのが 最大の弱点である。ありがとうございます。